はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペンギン勇者です。さあ本日なんですが、皆さんペンギンというギミックご存知でしょうか。ちょっとあまりにもマイナーすぎてご存知ない方も多いんじゃないかなと思うんですけども、今回はですねペンギンギミックをちょっと使いたくてデッキを組んできました。ペンギンっていうテーマが、まあ、どういうテーマかって言いますと、まあ、あんまり自分たちで特殊召喚する効果を持ってるやつが少なくて、結構欠陥テーマとか言われてるんですけど一応強い展開はいくつかあって、この大皇帝ペンギンっていうのがキーカードになってくるんですけども、このカードをリリースするとデッキから、ペンギンモンスターを2体まで特殊召喚できるっていう、まあ、レスキュー系のなんかレスキューチョックとかあのレスキューフェルトみたいなそういう感じの効果を持ってまして、でこれ大皇帝ペンギンをリリースして、レベル6のシンクロをして、でペンギン勇者っていうモンスターを出すと、でペンギン勇者が、ペンギンモンスター1体を裏側守備表示特殊ができるっていう効果と、あと相手がモンスター効果発動すると、裏側の水属性モンスターを表にするって効果あるから、だからペンギン勇者でそのペンギンソルジャーっていうねこれ懐かしくない？俺これ小学生の時めっちゃ使ってたんだけど、このペンギンソルジャーをリクルートしてきて、ペンソをリバースして相手のモンスターバウンスしてくるっていう、まあそんな感じのギミックですね。で、バウンスするときに否定ペンギンがいるとバウンスされずに除外されるみたいな感じの、まあそういうギミックです。でね、あのペンギンデッキだけではやっぱちょっと若干あの展開力というか、まあ貫通力もないし、まあこいつがレベル5なんで、ペンギンズガーデンっていう謎カードを経由しないと基本的には出せないんですよ。だからいろいろ組み合わせる方法はあるんですよ。まず翡翠が結構ね、トレモラっていうカードがあるんで、トレモラで大皇帝ペンギン特殊召喚できるから、召喚権使ってレベル5が特殊召喚できて、しかもペンギンの効果によってペンギンリクルートも入るんで、まあ、結構ここが相性がいいっていうのと、あとねロイヤルペンギンズガーデンが手札捨てる効果あるんですよ。自分のメインフェーズに、手札を及び自分のフェーズの思い出表示の中からペンギンのレベルを下げて、でその後手札を1枚捨てるっていう、これでその氷結界の強魔師をしてると、強魔師の効果で蘇生札とか展開札持ってこれるんでね、氷結界の諸紋章とか持ってこれるんで、だからこっから氷結界の動きにつなげるっていうこともできるんですよね。なので今回は、氷結界とあと翡翠とペンギンを全部合体させた、なんか水属性ペンギングッド作みたいな感じのデッキをぶん回していこうと思ってます。動かし方は、まあ、動画ご覧いただければと思いますのでやっていきましょう。デュエルスタンバイ。うわ、宇宙最強ロイヤルペンギンズガーデンを発動。ロイヤルペンギンズガーデンの効果によりペンギンモンスター1枚を手札に加えることができるなんだこの謎のカード。そしてロイヤルペンギンズガーデンの効果を発動。ロイヤルペンギンズガーデンによって大皇帝ペンギンを相手に自慢し、大皇帝ペンギンのレベルを4にしつつ手札を1枚墓地を振る。さらに氷結界の強魔師の効果を発動。氷結界の強魔師の効果によって氷結界の衝撃を1枚手札に加えることができるぜ。そしてうお、大皇帝ペンギン召喚効果発動うお、否定ペンギンと極氷獣ポーラペンギンを特殊召喚。ペンペン。そしてレベル3の否定ペンギンにレベル3のポーラペンギンをチューニング。うお、これが宇宙最強ペンギンエース、ペンギン勇者爆弾。ペンギン勇者の効果発動。さらに否定ペンギンの強制効果、自分の墓地から特殊召喚なんだこのデッキってなるようなヒュイーンポン。そしてペンギン勇者の効果を発動するぜ。ペンギン勇者の効果によってペンギンストロジャーを裏側を守備表示で特殊召喚マジでこの遊戯を始めたて の、 あの小学生くらいの時に使ってました、ペンギンストロジャー。それ以来です、僕小学生以来です使うの。はい。で、氷結界の強魔師のを特殊召喚し、氷結界の強魔師の効果、否定ペンギンをリリースすることにより、氷結界トークンを3体特殊召喚し、特殊召喚した数だけ自分のレベルを上げるぜ。キュイーン。そして氷結界に至る青鸞の効果を発動。うお、氷結界モンスターを2体特殊召喚。さらにレベル1の氷結界トークンにレベル5の氷魔師をチューニング、シンクロ召喚、実質氷結界モンスターコーラルドラゴン。さらにこれ一回使わないといけないか。ちょっと待ってね。氷結界の小魔師の効果発動。小魔師の効果により手札を1枚墓地に送ることによってデッキから氷結界チューナーを特殊召喚。現れよゲオルギアス。さらにレベル4のなんだっけ、小魔師にレベル6のコーラルドラゴンをチューニング、シンクロ召喚。現れよ
超霊山の竜祖乱世よ。そしてコーラドラゴンの効果によりカードを1枚ドロー。あ、強い。そして氷結界の風魔団の効果、ちょっと魔法カードよくないから魔法カード使うのなしね。はい、エンドです。結構強いんじゃないこれ、盤面的には。ペンソリバース&魔法使いませんで、墓地のモンスター効果使いません。あ、これ墓穴打てません。ちなみに墓穴打てませんで、何でしたっけ、ランセアでライフォーが出てきますデッキから。はい、さすがに最強といったところ、あまりに最強。これが新ペンギンデッキ。これが新たなるペンギンデッキ。あれベイガマックスは強いな。強烈レーザーの竜祖ランセアの効果を発動。ランセアの効果によりデッキから氷結界モンスターを特殊召喚できる。現れよ氷結界の故障ライフォー。さらにモンスターの表示形式を一応変更。これによって、モンスター効果、ちなみに適用される、適用したい場合は、あ、まあ、墓穴ありましたね、相手。やるじゃん。まあ、打ってないんだけどね。ドロバー、まあ、G 取ってるからドロバーいいか。まあ、どうするもありだけどな。ちなみに、モンスター効果使うと、ライフォーの効果によって、相手は必ず手札を押さなければならないっていう。あー、ブレイクソード何いや、これ、ブレイクソード強くないこれ。ブレイクソードの効果発動。やばいやばい、ちょっと待って。これタイミング逃すな、これ。あ、でも一応あれか。ライフォーが破壊されなきゃまあいいか。ライフォー破壊されても、まあ言うてあれか。ランセアが、あ、なるほどですね。そっちを破壊する。あ、墓地のモンスター効果使いたいんだ。なるほど。墓地のモンスター効果使いたいという話ですか。え、なんで、あ、なんかこれ破壊対象あるんでしたっけ、衝撃界のロイヤルペンギンズカードじゃねえよな。あ、衝撃だ。そうだ、衝撃は衝撃界モンスターはエクサデッキが特殊化されたモンスターを受けないと効果を。はい。完全に俺も忘れていた衝撃の効果で勝ったぜ。やった。うわ、強え。これ高校最強ハンドやんけ。実質これ強いぞ。オーボの石液いいだろう。オーボの石液効果、まあ、ホルスってことやな。つまりイムセティの効果にウララ当てて、でウララの効果にガンマ当てられる、でガンマの効果にガンマだな、来たわ。まあそんなうまくいくか知らんけど、ちょっとでウララ打つ、でこれガンマ打ってこい、ガンマ打ってこい、ガンマ打ってこい、来たー。やばい、よほに理想だ。ふん、計画通り。あまりに計画通り。これウララやめて、オッケー。これはあまりにも計画通り来た。そして特殊召喚をするで、ピッで。でこれで、ボタンオンにしといたらこの処理後に増殖する字は打てるって話ですか。もしかすると、そうすると相手も何もできずにターンが返ってくる可能性がありますよね。あれ、なんで俺の増殖する字のチェーンねんだけど、なんで、あれ俺今ボタンオンにしたんだけどな。おかしいな、処理後っていうタイミングあったよな。ボタンオンにするタイミングが遅かったのかな。ちょ、わかんねえ。ちょ、増殖する字のタイミング意味わかんなくなったけど、なんかガンマケアしてるおじさんみたいになったけど、まあガンマケアはしてないわ。もうガンマ2枚で持ってるわけないから相手。さあどうするんだ相手。ああエンドフェイズか。なるほど、なるほどね、なるほどね、なるほどね。お、強いじゃんこれ。結構ハンド強いんじゃないの。とりあえず氷結界の紋章の効果発動するけど、なんかある。で昭和紙持ってきますよ。あ、これちなみにペンギン全く絡まないやつだこれ。あのペンギンを救うデッキ作ったはずなんですけど、ペンギンあんま絡まないこと結構多くて、でね、ペンギンだけで展開するのね、あんま強くないんだよね。なんかペンギン勇者出てくるだけみたいになっちゃうから、結局なんか何かと組み合わせる初動になるっていうか、まあそれするしかないかなって感じなんだけど、基本的にはね。ね、これはゲオルギアスでいっか。でゲオル特殊召喚して、ゲオルギアスの効果と昭和氏の、あ、京魔氏か、京魔氏の効果が発動して、京魔氏とか昭和氏とか名前似てんだよ全員で。セーラン持ってくるでしょ。でこれ多分ワンキル取れると思うんだけどな。で一旦トークン出さないといけないんで、昭和氏リリースからのトークン3個生成するっしょ。おい、であれだなホルス君一応ハーピがワンチャン応募の人、石壁をぶっ壊すとぶち切れる可能性があるから、まあ、モンスター壊しておけば大丈夫ってことか。で、セーラン発動するでしょ。で、風魔弾と、
寄り増しと、小増しから、まあこれ魔法使えなくなったらもうだいぶきついと思うけどな。まあとりあえず、失意溶乱の効果発動して、エジルラーメン持ってきて、一旦ランスやかな。これ水属性縛りもうあのすでに強魔種の効果で入っちゃってるんで、バルネスとかは出せないんですけど、ギュミルもワールな。ギュミル強いな、これ多分。結構ギュミル強い。これオーボの赤液除外できるから、マジワンチャン、ワンキル取れんかったとしてもギュミルの方が強い説ある。で、ここで、ギュミルパイセン出して、永続魔法とかね、フィールド魔法にはめっぽ強いんでね、エジルギュミルって。で、寄り増しの効果、氷結界いるからトークンが出せる。はい。よいしょ。で、さらに、レベル6シンクロしてコーラル出すでしょ。1枚ドロー、あ、これあれか。だから1枚ドローで、ちょっと待ってよ。こっち出してさ、風魔弾の効果で反応して照英で除外したいんや。こうすんだろ。はい。かっこいいね。さすがかっこいいね。これ召喚ムービーめっちゃレンダーできんじゃん。これ最強かよ。これ水属性引いたら神。あ、引いた。これワンキルか。これワンキル臭いぞ。これこうすんだろ。で、小魔師除外して魔法カードも使えませんような状態にする。で、そうすると、翔英がぶち切れる。で、翔英ぶち切れて、これ2枚、2面除去だな、これ。こうだな。強っ。で、エジルラーン効果発動して、水属性切って、で、特殊召喚して、強っ。強っ。氷結界って最強だな。マジで。ういえ。ペンギン何も活躍してないけどごめんね。ペンギン後手バックに寄与することほとんどないから。はい。これあれだな、ペンギンデッキのサムネにしてたらこれ怒られるんだ。これ対戦ありがとうございました。あ、なんもねえか。ペンギンドヤ顔できてんだよな。これなんか大皇帝ペンギンのレベルなんて5なんだろうな。やっぱあれか、あの古いカードだからか。これ今の現代遊戯王とは絶対レベル4だけどね。レベル4以下だけどね、絶対に。まあ奪われた時代が悪かったみたいな話はある。あ、ヌルちゃん来た、やばい。ヌルゾーハやべえ。ヌルゾーハもやばい、さすがに。アルティメットヌルゾーハコンボ来た。キングレムリン、はい。いや、これは爬虫類展開ダラ通りってやつですね。爬虫類もね、ありえない頃評価されていまして、まあ、詳しくは動画見てほしいんですけど、黎明開闢っていうカードが来ていて、黎明開闢っていうカードの存在によって、冥界デッキ、超強化受けてるんですよね。ありえない強化受けておりまして、さ、ナイアの効果起動しまして、カース、ナイアカースコンボってやつですね、これね。はい、わかりました。救いの鍵足だと。貴様なんだ、フィールドフォンなんかあったか、冥界に。フィールドフォンなんかなかった気がするけどな、冥界に。あ、コバルトイーグル、はい。あったっけ、京都ウォーターフロント。え、スカルデット、え、もしかして史上最強のカメ出ちゃう。もしかして宇宙最強のカメじゃねえか。カメやないか。ゼロオールガメシエルコンボちょっとさすがに強すぎない。惑星汚染でもエイリアンモンスターいないけど、エイリアンをコストにしなければこの惑星汚染ウイルスっていうカードは売ってないぞ。バリケードベイブの効果はあんま関係ないと。いや、ハンドはまあ言うて割と強い方ではあるけど、リビングレッドの呼び声の効果が発動して、あー、そういう、あまりにも強引なエイリアンの、供給によって惑星汚染ウイルスゼロール環境下でガメシエルいるんだが、俺無理じゃないか、これどうやって勝つの。いや、誰が勝てんねん。なんでも向こう無限に飛んできて出してきたモンスター全部横になって効果で発動できないでしょ。誰が勝てんだよこれ。
はい、遊戯王楽しそうですね。バイさん、ありがとうございました。通報します。